銀座に明日から期間限定でオープンする無人の靴の販売店店員と接触することなく客はどのように靴を購入するのでしょうかまずは体温を測って消毒そしてずらりと並ぶビジネスシューズの中から自分の足に合った靴を選ぶため 触れることなく操作ができるエアータッチパネルを使って足の形を測ります。3D センサーで足型を計測しています。測り終わると11種類のタイプの中から自分に合ったサイズの靴をパネルが光っておすすめしてくれます。選んでもらった靴を試着する際には このように店員さんともタブレットを通じて非接触でやり取りをすることができますそして気に入った靴の QR コードを読み取って購入することができます新型コロナウイルスの影響で人と人との接触がはばかられる世の中になった今店は接触しない新たな販売方法に期待を寄せます 新しい試みなんですけども靴というのはサイズのフィッティングが一番お客様にとっての悩みなんですねもう履くとなりますとどうしても接客が必要ですよね対面型の接客があるんですけどもこの時代なかなかお店に行きたくないもしくは行けないといった状況の中でご安心してご利用いただければなというふうに思います